渡辺哲也さんをお迎えしての対談シリーズですね、後半ということでちょっと個別にいろいろ議論していきたいと思います、はいはい、まずちょうど今これ収録しているときにメイ首相イギリスですね、はい、窮地に陥ってブレグジットこれからちょっとしばらくこのヨーロッパから目が離せない状況なんですが、はい、ヨーロッパで今何が起こってるっていうふうにとりあえず総括していただくとありがたいんですけれども、まあ、ヨーロッパはですからブレグジットで、イギリスがヨーロッパから出ていくという選択をした、これによってですねいろいろなものが動き始めていると、はいはい、でドイツに関してもメルケル長期政権化していたメルケルの政権が不安定化していると、でさまざまな国がそれぞれの国益を歌い始めたと、はい、で同時にですね一番の問題は金融なんですよね、はいはい、まずドイツ銀行問題ありますね、そしてイタリアでまた銀行が破綻したという形で金融もかなりダメージを受けていると。でいわゆるリーマンショックの後の欧州危機から経済的に立ち直れない欧州の中で連携を組む方がいいのか、それとも独立独歩でやっていくのがいいのかという議論が欧州各国の中で火種として生まれ始めているというのが今のヨーロッパの状況なんですね。そうですね、どうなっていくんでしょうねこのブレグジットはですね、まあ、ブレグジットの一番の問題はまずイギリス、これがグレートブリテン島というのとアイルランドというのの北アイルランドの一部がこれがイギリスという国家を作っているわけですが、この北アイルランドの国境をどうするかっていうのが最大の問題。そしてアイルランドはユーロ圏、そして北アイルランドはポンドという通貨の違いもありまして、これが逆に言うとイギリスにとって特にシティですね、金融センターシティにとって最大の魅力でもあったんですが、これが今度失われてしまう。そこで逆に銀行危機に関してもこれで大きなダメージを受ける可能性が出ている。いつ起こるかわからないドイツ銀行問題っていうのがありますけど巨額のデリバティブを抱えてですね、何がきっかけで火がつくかという、株価はですね最低水準少し最近戻しましたけれど、はい、更新しておりまして、ドイツ政府が救済するのではないか、でドイツ最大の銀行ドイツ銀行とコメルツ銀行、この2つを合併させた上で、ドイツ政府としてはそこに資金注入をして、救済するのではないかという噂が流れてるんですが、これの障害になっているのが、実はドイツ銀行をめぐる巨大なマネーロンダリング問題なんですね。はい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 、ダンスケ銀行という銀行が、はい、26兆円のマネーロンダリングしていたと、最小でですね、はい、少なくとも26兆円のマネーロンダリングをしていたとされているんですが、これのカウンターパート、取引相手がドイツ銀行のアメリカ支店だったと、はいはいはい、最大13兆円から最小13兆円から最大20兆円近い資金を洗っていた、はいはい、それもロシアの犯罪資金絡みと言われているわけですよね、でそうなってくるとですね、いくらドイツ政府が救済したところで、その後アメリカからですよ、ドル取引の停止やですよ、巨額な何十兆円という罰金をかけられた場合ですよ、二次破綻もあり得る。そうですね、という状況になってまして、さらにドイツの厳しいところはですね、中国との関係が深すぎると。大陸ヨーロッパと中国との関係っていうのが、AIIB の問題で G7 の中でまずイギリスが入ってですね、で大陸ヨーロッパの次が入っちゃったと、でイギリスはご著書にもありましたようにちょっと最近、路線変わった、完全に変わりました、まあ、あとドイツとフランスがちょっと気になるんですけどね、ドイツの場合ですね、2015年にココサイショックといってドイツ銀行が危機的状況になったという時があったんです。この時に資金を入れたのが、中国の海交手段、大きな資産を抱える、海交手段というところが資金を入れて筆頭株主になったんですね、その流れがあるもんですから、その流れから中国との関与がどんどん深くなっていった、そして、ドイツ銀行というのはですね、リーマンショックでアメリカ系銀行やイギリス系銀行が中国の利権、例えば中国の四大銀行の株式を一部持っていたりしたんですが、そういうのを全部売っ払っていったんですね。はいはいはい、それを買い取っていったのがドイツ銀行で、同時に中国の実体経済においても最大の産業という
自動車産業ですね、フォルクスワーゲンという会社は中国で一番売れてるのがフォルクスワーゲンで、中国政府との関与も深いと、同時に中国製の兵器、今軍事的対立もありますよね、アメリカとの間で中国製の兵器のキーパーツ、コアの部分ですね、ほとんどがドイツ製なんですよね。アメリカのドイツ叩きってことになってるわけですね。そうですね。ですからそれが排ガス問題から始まるドイツ叩きの流れにつながっていくわけです。例えばあの船を作るのにもエンジンが必要ですよね、このエンジンの機関部分などはほとんどドイツ製と、戦車もパワーパックはドイツ製というような状況で、ドイツとしては中国を失うと、今まで良かった実体経済が一気に悪化する可能性がある。当然この裏でファイナンス、お金が動いていたわけで、このお金を動かしていたのがドイツ銀行という構図なんですよね。ここ見てみますと、このまあ、いわゆる、アメリカを中心とする一つの秩序と、大陸の秩序との間でちょっときしみが生じてきて、きしみが生じているのもあるし、ドイツという国をかつての西ドイツと同じと見てはいけないんですね。なるほど。先ほどのグローバリズムの話と合致するんですが、壁をなくしたので、ベルリンは東ドイツなんです。そうですね、もともとで、メルケルもそうですね、もともとの方で、いわゆる今のドイツという国家は西側と東側のハイブリッド国家なんです。そうですね、はいはいはい。でそれに対してフランスはとりあえず社会主義、まあ、あのヨーロッパの中国と言われますけれども、社会主義で近代史の半分ぐらい革命に明け暮れてきた国ではありますが、それでも一応自由主義陣営に足を踏みとどめているわけですね。それに対してあのいわゆる今のドイツというのはあのハイブリッドの状況でどっちつかずになっているというのが今の状況じゃないですか、ね。そうですね。あと次の安全保障の問題も、これあの日本はある意味で周辺国最も危険な国々に囲まれた先進国の一番リスクの高い国で、その自分が置かれている状況についての自覚が非常に足りないと思うんですけれども、またこの防衛ラインもですね、これからちょっといろんな変化が出てくると思うんですが、どういうふうにご覧になっていますか。まあ、一番いいのはですね、日本列島がハワイあたりまでこうルーッと移動できるといいんですけれどもそれは不可能ですので、はい、現実問題として考えたときにですね、やはりあの朝鮮半島問題が最大のポイントになりますよね。で、2つの問題があるんです、はい、今国際社会で言われる2つのポイントというのは東シナ海と南シナ海、はい、で東シナ海に関しては朝鮮半島問題、はい、で南シナ海に関しては中国が作った7つの軍事要塞、はい、これが人工島と呼ばれてますが、はい、3500メートル級の滑走路を持つ完全な軍事要塞島なんですね。これが7つ南シナ海にある、この2つが問題。そして、第二次世界大戦でも問題になりましたけれども、日本の生命線である第一列島線、そうですね、中東から石油を運んでくる海の道ですね、でこの真ん中にいわゆる人工島があると、と同時に中国から見たら、上海側から見ると日本列島があって沖縄があって台湾があってフィリピンがあってインドネシアがあってベトナムがある、つまり上と下を封じられてしまうと完全に中国は外洋に出られないという構図になっている。だからこれを壊したいがゆえに中国としては南シナ海に人工島を作って軍事的影響下に置こうとしている、これに対してアメリカと衝突が起きていると、もうすでに戦争状態なんですね。そう思った方がいいですね。あの、軍事的にぶつかっているかというのと、戦争状態にあるというのは別なので、いわゆる高校の自由作戦という形で中国が領有権を主張している場所をアメリカ軍が有害航行をしている、いわゆる威嚇航行をしている時点で、これでもう戦争状態にあるわけで、この状況をどう変えていくか、アメリカとしては、いわゆるアジアを失うことというのは世界の覇権を失うことに通じると、そう考えなきゃいけないと思います ね。 そうですね。もうあの中東も石油 の、 あのアメリカも自らオイルを生産するようになりますと、中東へのなんて言いますか、関与っていうか、それにも、まあ、ちょっと別の安全保障上のっていう意味では、いわゆる東アジア極東っていうかですね、そのウエイトがまた大きくなってくるんじゃないですかね、それがなくなると結果的に、まあ、大西洋というルートあるにしても、ヨーロッパ、アフリカまでの
アクセスを失ってしまいますからね。そうですね。で、そういう意味においてアメリカとしては、うん、大規模な作戦変更、計画変更を行っていると、うん、そういうことですね。で、一番のポイントになるのが台湾で、はい、昨年、台湾旅行法という法律を作って、うん、アメリカの高官が台湾に渡れるようにした、はい、うん、そして、去年の12月末ですね、うん、アジア再保障法案、うん、イニシアチブ、安全保障再保障イニシアチブという法律を議会がまとめて、はい、アメリカ高官に台湾に渡るように求める法律まで作った、うんうんうん、そして台湾に対して中長期的な武器供与、うん、安定武器供与を行うということを議会が大統領に命じたんですね、うん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 、この時点でやはりアメリカとしては、うん、関与を大きく戦略変更をかけていると、うんうん、でその中でですね、もう一つあるのが2015年、うん、オバマ大統領と前フィリピン大統領との間で結ばれたスービック湾の基地復活と、はいはい、でこれはドゥテルテ大統領とオバマが喧嘩することによって新たに誕生したですね、うん、ペンディングになってたんですが今一気に進もうとしているんですね。はい、うん、でこのスービック湾の基地というのはかつてアメリカ軍の海外基地の中で最大の基地でした。そうでしたですね。はい、でここのところっていうのは港湾はまだ使えるんですね、うん、そのまま港ですから当然、うん、で補給基地といわゆる安全な基地ゾーンを設定すれば再び基地を戻せることができると、うん、でこのスービックに基地を戻した場合ですね、うん、そうするとですね、台湾っていうのはフィリピンと日本の沖縄の間にありますから、うん、はいはいはい、台湾の安全保障も一気に上がると。なるほど。で今年去年の11月、うん、アメリカ軍はですね、台湾海峡、うん、いわゆる中国と台湾との間の海峡で演習まで行ってるんですね、二十、はいはい、数年ぶり、はいはい、ということで台湾を守るという強い意志を見せていると、うん、そこに先ほど言った、はい、イギリス軍とフランス軍も出てきて、はいはい、そしてイギリス、フランス軍は、うん、北朝鮮による瀬取りに対する監視を進めるということで、うん、はいはい、日本の自衛隊の基地に寄港するとしたわけですよね、うんうんうん、でここにはスービックに基地が戻るというのは日本にとって非常に大きなメリットがあるんです、うん、そうですね、うん、今沖縄の基地っていうのは、うん、グアムから見た場合ですね最先端の基地なんですね、はい、南シナ海に向けての、はいはい、そうですね、はいはい、でところがですね、もしスービックに基地が戻ると沖縄は後方支援基地にも、はい、戻るんですね、はいはいはい、同時に朝鮮半島方面一極の対応ができるようになるんですね、うんうん、今二面戦しなくちゃいけない状況、うんうんうん、ですから沖縄の基地の位置づけも変わるので反対運動今されてますけれども、うんうんうん、この反対運動も無効化されてくる可能性が出てくると。ある意味で今の半島情勢を見ますと、そのうち在韓米軍が撤退してしまうんじゃないかと。そうなってくると日本がフロントに立ってしまうというかですね、うんうん、そこも見据えていくとちょっとアメリカ その作戦というのは非常にこの期待をするというかですね、期待せざるを得ないのか。そうですね、期待もありますし、それに向けて日本側も今支援する方向で進んでいる、支援しなきゃいけないですよね、はい、うん、先日安倍総理が言ったのがオランダなんですね、もう一個、はいはい、オランダというのは海洋国家で同時にそうですね、はい、でアムステルダムというヨーロッパ最大の港を持っている国家で、また金融も強いんですね。そうですね、うん、そういう意味でオランダ、イギリスと回ったというのも非常に大きな意味がある。さらにインドも日本政府との間の関係が今良好でございまして、インドも今までインド洋から中東方面に向かっていた艦艇をアクトイーストという形で南シナ海側に出してくると。なるほど。でオーストラリアも出てくるという形で南シナ海の上下を封鎖すれば中国は外に出られない環境を今さらに強化しようとしている。アメリカは経済的に中国を弱らせ、軍事的にも包囲も着々と築いている。トランプがかなりこのいろんな意味で話題を振りまいてますけれども、むしろいろんなこのなんて言いますか、投資関係、中国からアメリカの投資に関しても、まあ、国防権限法とかいろんな動きがありましたが、はい、議会がですね結構積極的っていうかですね、はい、アメリカのその状況、そのあたりの状況どんなふうにご覧になってますか。いや、議会の方が、トランプよりも強硬ですよね。ですから、アメリカの政府っていうか、アメリカ人にとって安全保障は全てに優先するんですよ、うん、そういうことですね、うん、で日本人とアメリカ人の違い、うん、最大の違いなんだと思います。
何でしょうね。アメリカは戦後、第二次世界大戦後、70数年、うん、戦争をし続けてきた国なんです。ああ、なるほど。日本は戦争を見て見ぬふりしてきた国なんです。ここにやっぱり国民のその価値観、うん、いわゆる優先順位の違いがあるんだと思います。なんか日本人は狡猾だってアメリカ人見てるって話まあいやらしいとも言われます、けれども、そうですね、だから日本はだからアメリカというセコムを買ってですね、うん、ずっとセコムに警備をお願いして、自分たちは手を汚したがらなかったという言い方もできるんですよ、ね。見られてもしょうがないわけですよね。そういう意味で平和安全法制とか集団的自衛権の一部限定行使容認とか、いや当然やらなきゃいけない。そういうことです。せめてそれがやらないとっていう話になりますね、はい。それから最近もう一つ話題になっているのは徴用工問題、韓国の問題ですね、はい。もう日本人から見たら理不尽極まりないと、でそもそも何だんな要求を突きつけられるんだっていう話もありますけど、ただムンジェインは反日左翼という政権の特徴もあってという話もあります。どうご覧になってますか。いや、まあ、朝鮮半島のことわざで、ね、嘘は100回言うと真実になるっていうのがありまして、価値観の違いだと思うんですけれども彼らは必ず、被害者モードに立ちたがるんですよね、はいはいはい。被害者に立つことが自分たちの交渉を最もうまく進める、テクニックであるということを歴史的に知っている、悲しいかな、朝鮮半島というのは自らの民族でまともに統治したっていうのがほぼないに等しいんですよね、はいはいはい。で朝鮮の名前の由来自体も中国から与えられたもので、朝見貢ぎ物少なしで朝鮮なわけですから、そういうことですねそういう歴史があるわけです、ですからそういう意味において被害者のポジションに立ちたがる。同時にムンジェイン、今ムンジェインですけれども、ムンジェイン政権ですけど、その前のですね、ノムヒョン政権、はい、反日政権だったわけですけれども、はい、左派のですね、はい、の秘書室長が今のムンジェインで、で彼はある意味鳩山政権における戦国さんみたいなポジションの人なんですね確かに、はい、で北朝鮮との交流を、まあ、非常に工作員とも一部では言われているという状況の中で、日本政府との間のパイプをノムヒョンの際に格段にどんどん切っていってしまった、はい。新日法という法律を作って、はい、日本と韓国とのパイプ役だった人たちを切っていった、はいはい。そして同時に今回のムン・ジェイン政権ではサムスンだとか、あとはロッテとか、日本と韓国をつないでいた、背後でつないでいた人たちをさらにバッサリ切っていってしまった。で韓国っていうのは独自外交の歴史ってほとんどないんですよ。実を言うとアメリカなり日本が裏支えをしてきて話を決めて、その上でどうぞという、これはまあいわゆる38度線まで防衛ラインを上げることによって日本海の安全を守るとか、在韓米軍があるからとか、自由社会のショーケースであったからとか、いろんな理由はあるんですけれども、はい、というのを日本側が今まで指南してきたわけですよ、はいはいはい。これがもう全部切れてしまってると、はいはいはい。ですからアメリカもそうなんですが、日本にとっても相手どこと話したらいいかカウンターパートがもうない状況なんですね、だからパク・クネの首相室長とか、その前の築山明宏さん、現地の名前リー・ミョンバクさんなんかの背後でブレインをしてたのは、ほとんど在日の方だったんですよね。でこのパイプが全部、ロッテの逮捕だとかそういうので切られていった結果、日本側とのパイプがもうないと、で日本側もですよ、電通の成田さんも含め、韓国とパイプをつないでいた人たちがどんどんなくなっていったと、でこの間の分断というのが韓国のおかしな動きを招いてるし、それはまあ望むか望まないかは別にして、結果アメリカ側もですね、もうやってられないという状況になってきているという。もう韓国は当然追い詰められていくんじゃないですかね、こうやっていくとですね、ですから中日大使、中韓国、アメリカの中韓国大使などはですね、アメリカ軍が出ていくとき韓国を焦土化して出ていくと言ってますから。あーはーはー、なるほど、はい。で一番の弱点はもう金融だっていうのも分かっていて、そうですね、そういう状況の中で今世界が動いているのかなと。
渡辺さんがこの間アトロ番組でもおっしゃってたゴーン逮捕っていうのはグローバリズム終焉の一つの証ではないかとおっしゃってたんですが、あ、なるほど、そう見るのかなと思ったんですけども、ただこのゴーンの事件についてはいろんな見方があって、そのいわゆるあのかなりこの国際派の人たちを、国際派っていうのはいい分かりませんけど、国際社会に対して恥ずかしいだとかですね、これじゃあいい人が日本に来なくなるとか、検察は無理筋の起訴をやってるんじゃないかとかですね、全く逆のことを渡辺さん書いておられますけど、どこの立場で主語がどこにあるかということをまず考えていただいてですね、日本にとってどうやったらメリットがあるかと考えるしかないわけですよ。で、外国は正しいんではなくて、外国がこうやって言ってるポジショントークに過ぎないわけで、それを素直に信じるのは間違いだし、なんて言うんでしょう、自虐視感というかですね、なんか日本が悪いと言ってると自分が偉い立場になったような気になれるという変な人たちがいて、とそういうのは続いてきましたね、日本の大手メディアも含めてですね、でなんかその外国の立場でもの言って、俺は偉いんだぞ的なですね、すごい気持ち悪いんですけれども、英語ができるだけで国際派を飲む人とかですね、たくさんいますけれども、私実際に外国人と生で現金やり取りしてますから、やってきましたから、そんな人信用されませんよ、だから私はこういう日本人だから、日本人の立場でこういう考え方がある、あなたはどう考えるか、そして話し合いをディールしていく、トランプじゃないですけど、ディールするんですよ、このディールというものの考え方ができない人は、国際政治学者とか名乗るべきじゃないと私は思います。それは私も痛感してます、はい、基本はそこにありますね、はいはい、それじゃないとね、信用を得られない、結果的に、もちろんそのお書きになっているような、アメリカやの陰謀というか思惑、フランス政府の思惑、その間の対立というのがこれ背景にあるわけですよね、このことについてですね、ありますけども、まずルノーという会社がもともと国有企業で、公団で、それが日本の単なる私企業を乗っ取ろうとしたというのが素直なフラットな見方だと思うんですね。でこれって中国がやってることと一緒ですよね、はいはいはい、でこれ国際的なルールに反しますよね、という単純な話だと思うんです。その中にゴーンという人が、個人が会社を私物化したと、この会社を私物化したのがゴーン単独なのか、それともそれ以外にもルノーの中に同調する勢力や、マクロンのようにそれを仕掛けようとした人がいるのかどうかと、マクロン大統領がですね、三菱を乗っ取ろうとしたということまではこれ確実な事実なので、国として、そこはよく見なきゃいけませんですね、それから米中貿易戦争の話がどうなっていくか見る上でですね、もう明らかに今データ派遣というかですね、それをめぐる熾烈な戦いが起こっているわけですね、私も専門家ではないんですが、サイバーセキュリティと仮想通貨日本を救うという本を出したり、またこれからも2冊ぐらい出るんですけども、このやっぱりこれから今までの戦略分野っていうのが完全に情報にシフトしたといいますか、データにシフトしてた中で、中国が言われているのではもう AI ではある意味でアメリカを抜いているかもしれない、それから私もちょっと見ている暗号通貨なんかでもですね、人民銀行がですね、人民元建て暗号通貨を出すんじゃないかとか、でそれに対してアメリカはまた別 の, 技術革新を行っているという流れの中でですね、やっぱりこのあたりの覇権争いっていうのは米中貿易戦争、表に出ている米中貿易戦争、非常に大きな要素になっていると思うんです、このあたりは渡辺さんどんなふうに、ですから一番最初にアメリカ側が規制をかけたのは、いわゆるプラットフォームの部分ですよね、プラットフォーマーではなくて、インフラ的なハードウェアのプラットフォーム、これがファーウェイと ZTE に対する規制になるわけですね、で次はソフトウェア的なプラットフォームですね、これはマイク・ペンスが、Google などが中国向けの検索エンジンを作ろうとしたところ、それは許さないと言っているわけで、必然的に貿易も含めてですけれども、このインフラそのものも分断されている、これがだから冷戦の時そうでしたよね、ロシアの方のインフラとアメリカ側のインフラと、基本的にインフラからソフトウェアまでが分断されていくと、で日本政府もここに来てやっと遅いんですけれども、日本人のビッグデータの国外持ち出しを禁するような法律を作ろうとか動き始めたので、これはもうぜひお尻を叩いてでもですね、日本人の安全を守るためにやらなくてはいけないことだと思います。そうですね、最後に日本がこれからどうすべきかなんですが、今の情報の関連でいうと、一つの対抗軸としてですね、
ですね、あのファイブアイズプラス、日独仏、うん、からもう一つは中ロ、中国ロシア、うん、でそこに対してプラットフォーマーっていうのがいて、でプラットフォーマーは国家の対立とは関係なく利益を求めていくっていう見方もあってですね、うんうん、その中でこう日本がどういうポジションを取っていくかというあたり、あの日本はどうでもプラットフォーマーが育っていない国なんですけどもですね、うん、どんなふうにこれ、ね、見てあげてほしいですかね。いやプラットフォーマーそのものは揃ってないんですが、例えば日本企業の良さっていうか、日本の良さっていうのもたくさんあるんですね。そうですね。何がいいかというと、例えばキーパーツ、はい、例えば各社がいろんなものを作ります、うん、例えば村田製作所でしか作れない積層 LSI 技術とかですね、そういう技術が大量にあるんです、うん、これをまず守ることをまずやらなくちゃいけないんです、うん、でこれを守った上で、うん、価値観を共有できる国だけに供給する仕組みを作って、うん、これを国家として担保していかなくちゃいけない、うんうんうん、でいわゆる共存共栄でいいんです日本としては、うんうん、だからアメリカ側につくしかないわけですから、うん、今で言うとアメリカとの間で共存共栄しながら西側諸国の中で、はい、キーパーツの供給国として生きていく。だから今グローバルサプライチェーンの組み替えっていうのは中国を外す形で動いてますけども、これもですね最終組み立て地が中国からメキシコに変わるだけで、日本から輸出する相手が変わるだけという見方もできるんです。なるほど。ですからそこにおいて日本ができるだけ早い段階で、うんうんうん、そして国策的にやっぱり戦略を持って動いていく必要があるんだと私は考えています、うんうん、そうですね、まさにおっしゃる通りだと思います。あの日本は自分の強さをもう一回ちゃんと自覚して、うん、それをきちっと生かしていくような戦略をもう一回練り直してですね、あの、まあ、激動するこの、まあ、あの、まさに秩序が変動している世界の中でですね、自分の立ち位置をしっかりと作っていくということが必要ですね。あの、うん、世界第2位の経済大国、うんうん、西側経済大国なんですね、はい、未だに。そうですね、うん、それでいて26年連続だと思うんですけれども、うん、はい、世界最大の金を貸している国、大概純債権国、大概純債権国なんです。さらに国富、はい、国民と企業と国家、はい、この全部を足した国富、多分世界一水準なんですね、はいはいはい、というお金持ちの国なんですよ。その通りですね、はい、海外から見たらですよ、はいはい、ですからそういうやはり自信を持った上で、はい、目先ではなくて政治家の先生方にもよくお願いしてるんですが、はい、10年先のビジョンを国民に見せていただく必要があるのではないかと私は考えます、はい、その通りですね。まさに新しい国づくりを具体的にやっていかなければいけないなという感じがいたします。長時間にあたりどうもありがとうございました。ありがとうございました。また今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。